はいどうも、GO!NO!GO!GO!TV です。今回はテーブルの上にこのようなものが並んでるんですけども、ちょっと今日水族館に行ってきて、水族館のお土産物売り場でなんかちょっと面白いものないかなと思って探してたら、ちょっと面白いものがあったんで、そちらを買ってきた感じになっておりますんで、そちらの紹介をしていきたいと思います。はい、ではまずは一つ目から紹介していきたいと思います。一つ目はもうデカデカと映っておりますが、こちらですね、皆さんも一度は食べたことあるんじゃないかなとは思うんですけど、いつでもカリッと亀田の柿の種ということで、水族館限定バージョンが売っておりましたので、こちらを買ってまいりました。味はたこ焼きソース風味とホタテバター風味、塩酒風味ということで、3種類の味が7袋ずつ入っている形となっております。いや、こちらどんな味なのか非常に楽しみなんで、ちょっと食べてみたいと思います。ではちょっとせっかくなんで開けていきましょうか。とりあえずなんかこんな感じで海にゆかりのある生物なんか映っておりますね。ウミガメですね、多分。あとまあ鮭なんで、まあ海っていうか、まあどっちかといえば川な感じがしますけどね。であとはタコとかホタテにアザラシかな、なんかアザラシっぽいような感じもしますけど、ちょっと何かわからないですねで多分これカワウソかな。でサメなんかもいますね、可愛らしいですね。でエンゼルフィッシュ、でこれニモですね。ちょっとなんていう名前の魚の種類かちょっと忘れましたけど、あとはまあチンアナゴ的なものもいます。で裏は、お、裏にもちゃんとなんかドルフィンがいますねイルカなんかもいますし、なんかオットセイかなめっちゃ適当なこと言ってるような気がしますけど、まあとりあえずちょっと上げていきましょうか。とりあえず開け口が、あ、ここにあります、ここに開け口がありますね。ここから開けて、とりあえず3つの味を取り出してみましょうか。これがホタテバターですね、ホタテバター。ちゃんと水族館限定って書かれてるんですね。これどこの水族館で売ってるのかなって感じなんですけどね、なんか普通に自分が住んでる県にあるところの水族館です。まあ一回動画で紹介したことがあるんで、まあ行ってもいいかなと思うんですけど、あのアクアトド岐阜っていうとこ水族館で、ね、買ってきましたね。結構なんかそこはあのカピバラなんか押されてて結構楽しいんですよ。なんか触れ合えるのかな、なんか触れ合えるみたいなこと書いてあったような気もせんでもないんですけど、僕ちょっと触れ合ったことないんで、またちょっと触れ合えるような動画なんか撮れれば、なんか撮ってみたいなと思っております。はい、ではちょっとカメラアングル下に向けさせてもらいます。はい、こんな感じで食べていきましょうか。ではまずはこちらですね、ホタテバター味、味風味こちら食べていきたいと思います。では、あ、ほんと柿の種というか、もうほんと柿の種ですね。あのピーナッツは入ってないです。ではいただきます。あホタテ風味ですね、これ完全に。うん、ホタテとバター、あの言っていいかな、これはあの米粉っていうなんかあのホタテ風味のお菓子があると思うんですけど、あれと同じような味しますね。うん、表現するならそんな感じ。あの米粉、確か米粉だったと思うんですけど、あれと同じような味がします。うん、これは美味しいですね、ホタテバター大当たり。はい、では次はこちらですね、塩酒食べましょうか。もうこれはなんか予想通りの味なんじゃないかなと思うんですけどね。さあ、じゃあ食べてみましょうか。こんな感じ。あ、でもなんか色若干違いますね。うん、なんかちょっとなんか塩っぽいような、ちょっと薄めな色しておりますね。ん？あ、OK です。ちゃんと、鮭の味しますね。最初食べた時、ん？なんかあんまり、なんか、鮭っていうよりもなんか塩っぽい味しかしないなと思ったんですけど、ちゃんと後であの、鮭の風味が追いかけてきます。はい、これも当たりですね。これ普通に商品化されたら結構うまいと思うんですけどね。このホタテバターなんかも。さあ、じゃあ最後はたこ焼き、ソース、風味ですね。これはなんか、だいたい予想つきますね、これも。結構あのお土産とかであると思うんで、こういうものは。いただきます。あ、これもうほんと別のお菓子ばかりが例えて申し訳ないんですけど、あの僕がちっちゃい頃に、なんかあのせんべいみたいな、あの、やつがあったんです。なんか青のりかなんかこうかかってて、で、それになんかソースをかけてあの食べるやつがあったんですけど、あのガチなソースを。それの味ですね。わかるかな、わかる人多分いると思うんですけど、あのそういうものが昔あったんですよ。駄菓子屋とかでも今あるのかわからないんですけど、なんかそんな味がしますね。まさにあの味。うん、どれも
大当たりですね。ということで、これ本当めちゃくちゃ美味しいんで、もし皆さんもまあクワトド岐阜に行った時か、まあそれ以外の水族館に行った時に、そういえばこんなものゴーが紹介してたな、ちょっと食べてみようみたいな感じで買ってみるのがいいんじゃないかなと思います。では次はこちら行きましょう。このモチンと書いたこれですね。これすごい気になったんですよ。なんやろうなこれみたいな、こんな伸びるのみたいな感じでちょっと気になったんで買ってみたんですけど、このもちもち海まんじゅう龍ってものかな、全6種類ということで、これ可愛らしいんですね。食べられますって書いてありますね。でこんな感じで、ラインナップがこんな感じですね。粒あんじんべい、いちごミルク、クラゲ、梅カニ、ごまざらし、塩クジラ、チョコセイウチみたいな感じで書いてありますね。で裏は特に何も書いてないですね。こんな感じで書かれてて、なんかお盆がつくんですよね、これが書いてありますが、すべてに小さなお盆付きみたいな、ちょっと気になったんで、ちょっとこちら買ってみたんで、こちら開封してみたいと思います。はい、では開けていきたいと思います。一応こちらなんか2つともこう買う前に売ったんですけど、こっち落とするんですけど、こちらも落としないんですよ。なんでまあ多分違うものだろうなと思って買ってまいりました。でまあとりあえず今回まあ被らないことを願いたいんですけど、個人的にはこのクラゲとか、あとこのゴマアザラシとかを結構好きなんで、あのゴマちゃん好きなんで、こちらが出ると嬉しいなと思っております。では開けていきましょう。1つ目、せーの、せーの、ドン。お、これはタコじゃないですか。タコ、そしてタコ、梅タコってやつですね。でまたお盆がなんか意外と上品なんですよこれ意外となんか上品なお盆ついておりますね。でまあお盆こういう感じに置いて、こちら取り出して、わーすげえめっちゃもちもち、しかもこれカニですね、梅カニ、タコじゃなかったですね、カニですねカニ、梅カニですね。かわいい。しかも伸びる、あ伸びる、あー伸びる伸びる、確かに伸びる。でもなんかあんまやりすぎてブチっていきそうで怖いうん、もちーんって感じですね、確かに。おー、これは、触り心地いいですね。はい、こんな感じになっております。これをこう、お盆の上に置いとくみたいな。おー、可愛らしいね、これ。これはめちゃくちゃ可愛らしい。さあ、二つ目じゃあ行きましょうか。せーの、と、お、やった。これゴマアザラシじゃないですか。ゴマちゃん、ゴマちゃん。やった。これは嬉しい。ごまちゃん。かわいいね、これ。なんか、しょぼーんみたいな。こうするのがしょぼーんみたいな感じになりますね。おー、もちもち。これ、触り心地いいですね。これ確か320円だったかな。もう全然いい。安い安い。この触り心地で、こう、体感できて、しかもこのかわいらしい、ごまちゃん。で、しかもお盆付きですからね、これ。実このお盆が高いんじゃないかっていうぐらい作りがなかなか言い作りしてるんですよねこれ。はい、じゃあこういう感じでちょっと並べてみましょうか。かわいい。これ全種類欲しくなりますねこれあと4つ。はい、こんな感じになっております。はい、ということで今回は水族館に行ってきたんでお土産物を紹介してまいりました。結構僕アクアトド岐阜には3ヶ月に1回か4ヶ月に1回ぐらい行く機会がありまして、まあ、割とお土産物なんかもチェックしてるんですけど、結構面白いものがまだ何個かあったんで、また行ってきた時に買ってきて紹介していきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。